ですかね、 R125 とほとんど一緒なんですかね、何か違いはあるんでしょうか。スペック見てる限りではギアヒートが全く一緒で、まあ、馬力もトルクも一緒で同じエンジンかな。その辺詳しい方いらっしゃいましたらコメントいただけると助かりますけども。よし、足つきは、まあ、785で R と一緒なんでかかとべったりつきますね。やっぱり 173.6 の僕でかかとべったりっていう感じですね。あ、やっぱ R と比べるとポジショニングがだいぶ楽ですね。前傾がなくて、こっちはクラッチが近いな、さっきの R より、まあ、この辺は調整で何度でもなるんでしょうけど、あれなんか S の方がこの出だしがなんか実は意外とね役に立つんですよね。これこの辺のね風がこう抜けるはずなんですよ。意外とこれね僕の GSR もねこれがあるのとないのとで大違いなんですよね。実はやっぱ11,500からレッドゾーンですね。あ、これはツーリングにもなんかいいかもしれないですね。これ。あ、なるほどね。これは乗りやすいぞ。多分。走ります。うわ、これポジショニングめっちゃ楽やん。これ完全に僕の GSR より楽ちんポジションですね。うん、ブレーキもしっかり効きますね。この幅が若干短めに感じるけど、あ、リュック背負ってるからか。シート後ろに座ったら全然そんなことないか。わ、これはいいかもしらんな。あ、結構ねシートはね後ろの方にケツずらしたり結構自由効きますね。前の方に座ったり後ろの方に座って、後ろの方に座ったらちょっと前傾姿勢も取れますね。あ、これはいいぞ。なるほどね。しっかり止まれる感じで、車重が軽いからね加速しても減速もしっかり止まってくれる感じですね。あ、なるほどね。これは楽しいわ。あ、これは楽しいわ。いや、これ欲しくなっちゃったな。これ通勤でも使えるし、あ、これはいいわ。やっぱなるほどね。いや、僕の知り合いがこれを買ったんですけど、その理由がちょっと分かる気がしますね。
僕も欲しくなりましたね今あこれ楽やわ、ポジションがマジでめっちゃいいやん、めっちゃいいぞこれ、これはいいぞ。いやーちょっとめちゃめちゃ好感触やったな今。